はい、タコです。今回は直感を信じるという話をしていきたいなと思います。え本編に入る前に一点お知らせをさせてください。昨日公開させていただいた新プロジェクトですが、大変好評をいただいております。本当にありがとうございます。もしまだ動画をご視聴いただいていないということであれば、明後日、 あさって12月14日の土曜日20時まで録画放送のご案内を無料にてお受け取りいただくことができますのでメルマガをご登録ください。よろしくお願いいたします。それでは本編に入っていきたいと思います。最初に2つのことに分けたいと思います。頭で考えることを考える。胸で感じることを直感というふうに分けたいと思います。そうした時に 頭で考えることと直感のどちらが当てになるんですかと言ったら、多くの場合は頭で考えた方が当てになると思いがちですなぜなら、頭で考えたことというのは目に見えるものを材料にしているから。例えば、〇〇さんが言ってるとか、みんなが言ってるからとか、そういう目に見えることをたくさん確認して頭で計算すれば正しいと思いがちなんですけれども、 頭で考えたことが必ずしも良い方向に行くとは限らないということですよね。むしろ、頭で考えれば考えるほど、悪い方向にどんどん行ってしまうことがあると。なので、実は目に見えない直感が一番当てになる感覚になると。例えば、おそらく多くの日本人が一日三食ご飯を食べていると思います。 なぜ一日三食食べるんですかと質問するとおそらくそこまで深い意味を考えている人は少ないんじゃないかなと思います小さい頃からそうだったからとか世間一般の常識だからとかまあそういったところだと思うんですねだから年を重ねると太りやすくなるわけですよね若い時よりも代謝が落ちて行動量も落ちているのに食べる習慣は変わっていないわけですから結果的に太るということですよね で必要なものは体が教えてくれるということで、まあ、体が必要だと求めているものっていうのは頭で考えなくても自然と体が教えてくれます体の反応に出てくるということですね、まあ、食べ物を体が欲しているということであれば自然にお腹が空くという反応を脳が体に伝えて教えてくれます、まあ、頭で考えて朝8時だからお昼12時だから 夕方18時だからご飯を食べようなんて考えなくてもいいわけですよね直感に従って本当に必要な分だけ食べていればそこまで太ることはないしベストな体調を保つことができるわけですよね、まあ、結果的に直感に頼った方がいい結果が出ているということなんです、まあ、要するに頭で考えることよりも体で感じる自分の直感の方が当てになるということですよね 頭の習慣よりも体の直感の方がよほど当てになると。私たちの日常は日々決断の連続です。小さいことで言えば、朝何時に起きて、朝ごはん何を食べて、どんな服を着て、会社まで何で通勤するのか、どんな情報を手に入れていくのか、どういう自分になっていくのか、すべてが自分の選択、決断によって起きています。でそうしたときに、人間は 未知の世界体験したことのない世界に触れるとどうしても不安とか恐怖を感じるようになっているんですよね新しいことをやろうとすると自動的に不安と恐怖を感じるようにできているんですよねこれが人間の本能なんです不安を感じることは決して悪いことじゃないということですねなぜ不安になるのかっていうとそれは人間の本能が安心安定を求めているからですよね 向上性維持っていう現状維持する機能が脳の本能、人間の本能として備わってるので、人間の本能は安心安定なんですよ。で逆に言えば、ね、不安を感じているっていうことは、今までの自分を変えるチャンスだということですよね。不安を感じているというのは、自分の安心領域から出ようとしてるわけですから、今まで過去の自分のままではなくて、 新しい世界に出ようとしている証拠なので、自動的に不安が襲ってくるということですよね。で、自分を変えたいとか、今の現状を変えたいっていう場合は、ね、不安と恐怖っていうのは避けることができないんですね。絶対に現れてくる症状なんですで。その不安、恐怖に接した時に、自分がどういう決断をするのかというのがすごく大事になってくるということですよね。で、 一番最初に感感じじた直感を信じるとということがすすごく大事です何か物事を決めようとしている時に最も重要なことは一番最初に感じた直感を信じるということですね、まあ、誰かの話を聞いて何かを決めようとしている自分で何かの情報を見て決めようとしているおそらくこの2つしかないと思うんですけれどもいずれにしてもその情報に触れた時ですね見た時 一番最初に感じた直感を信じることが重要ということですよね時間が経てばねどん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 頭で考えるっていうことをしていくんですけど頭で考えることっていうのは100%他人の考えが入ってくるんですよねだからうまくいく時とうまくいかない時が出てくるんですねで考えれば考えるほど悪い方向に行く可能性があるということで、まあ、例えば具体例として いい高校に行っていい大学に行っていい会社に就職できれば幸せですという考え方ありますよねその考え方を素直に聞いて一番恩恵を受けれたのは今の、ね、70代ぐらいの段階の世代の人たちですよね段階の世代の人たちにとってはいい高校に行っていい大学に行っていい会社に就職できれば幸せになれるというのが答えだったわけです 彼らにとっっては真実だったわけですよねしかし10年後にはね時代がもう変わっていたということです、ね、段階世代の時に通用していた常識っていうのは10年後には変わっていたということですねでましてや子育てとなると親は20歳から30歳ぐらい年下の子供を育てるわけですよね自分が二十歳の時に子供を産んだということであれば自分と子供の年齢差は二十歳20歳ということですよね 自分が30歳の時に子供を産んだということであれば子供と自分の年齢差というのは30歳になるわけですよねだから今70歳ぐらいの人たちっていうのは今50歳から40歳ぐらいの人たちを育てたっていうことですよねでそうした時に70歳ぐらいの人たちにとってはいい高校に行っていい大学に行っていい会社に勤めることが幸せな答えでありそれを子供に教育してきたわけですよね でももうその考え方っていうのは通用しなくなっているわけですだから頭で物事を考えるということは自分の幸せじゃなくて他人の幸せを生きるということになるので結果的には不幸になるんですよね自分の幸せは自分だけが知っているといつお腹がすいたのかこれはもう自分だけが知っていますと で、お腹が空けばわかるわけですよね。お腹がぐーってなって、ね、お腹が空っぽになったら、勝手にね、お腹が鳴るっていう行動で知らせてくれるわけですよね。自分の本当の幸せっていうのは、他人じゃなくて、ね、自分だけが知ってるわけですよ。ね、他人が自分の幸せを知ってるってことは、まずないですよね。自分の価値観っていうのは自分しか知らないわけですから。だから、何かの情報を得て、ね、何らかの決断をしようとしてるときに、 あれこれこ頭で考えたことなのかそれとも一番最初の直感に従って決めたことなのかという時に一番最初に感じた直感を信じて選択したんだったらまず自分の幸せに向かっていっているっていうことなんですよ、ね、むしろ信じていいのはそれだけなんですね考えて決断するんじゃなくて直感に従って決めるっていうのが一番、ね、今の自分の直感ね生き方に従った生き方だってことなんですね で頭でどんどん考えていくとどうなるかっていうとどうしてもね有利か不利かとか自分にとって損か得かっていう、ね、概念がどんどん入ってくるようになりますでそうやって頭で考えて選択すると、ね、なぜか、ね、胸の辺りがモヤモヤするんですよねやっぱり違和感を感じる、ね、そういうことなら、ね、それは他人の意見によって選択したってことなんですよ 何か選択した時にね、えー、まあ勇気がいる選択かもしれないですけどね決断をした時に胸がすっきりしたということであればそれはもう自分の声に従った直感に従ったってことなんですね、うん、でもそうじゃなかった何か決断した時にもやもやしたなとか違和感を感じたっていうことであればそれはもう後悔してるっていうのをね感情が教えてくれてるんですよ、ね、逆に誰が見ても馬鹿げているような常識外れなことをね決断したとしても 一番最初に感じた直感を信じて行動したんであればそれは他人の幸せじゃなくて自分の幸せに向かってるっていうことなんですねその感覚を頼りに生きているとね幸せになっていけるっていうことなんですよねで何が言いたいかっていうと結局はね他人の人生じゃないんですよ自分の人生なんですよね、まあ、頭で考えるんじゃなくて常に直感に従って生きられるようになっていけば 常に幸せを感じなながらら生きられるるよようになるんですよね。他人からの評価とか、ね、他人から嫌われるんじゃないかとか周りの人が何でそんなことやってるんだとか、ね、そういう評価っていうのを全て捨て去って、ね、考えっていうのも捨ててこれをやるべきなんだあれをしなければならないっていう感覚を捨てて素直に、ね、あこれ食べたいなとかこれやってみたいなとかこれチャレンジしようかなって っていうような一番最初に感じたその直感に耳を傾けて生きてみるってことなんですよね。そうすると少なくとも他人の人生を歩むのではなくて自分の人生を歩むことができるつまり幸せになっていくことができるというのが今回の話になります。 はい、えー。今回の話がですね、あなたにとって何かの良い気づきになったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると幸いです。で、こういった動画どんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、動画の下にですね、メルマガ登録のフォームがありますので、ぜひメルマガ登録の方もお待ちしております。はい。それではあなたの貴重なお時間をいただきありがとうございました。感謝いたします。